年齢が人格を作るのか、その時代が人格を作るのかっていうことは、とても気になるところですよね。50代のおじさまたちは、独特の50代らしさがあるし、30代には30代独特の癖が見えます。今を生きる10代は、本当に今の子っていう感じがするし、ただ、年齢が輪郭を作るって考えたときに、今の30代が50歳になったときに、今の50代のようになろうかなって思ったら、絶対ならないですよね。今の10代が50代になった時を考えても、もっとならないですもんね。じゃあ、年齢とともに変わっていくっていうよりか、その時代に作った人っていうことなんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと見てほしいグラフがあります。このグラフは、このグラフは、1973年から1993年に調査されたグラフなんですけど、婚前交渉を認めるか認めないのかっていう質問を年齢ごとにしていった結果なんですけど、黒い線が73年に調査した結果で、婚前交渉はダメっていう感じですよね。それから10年、20年経って、結婚したらどうせするんやから、もうまあいいじゃないかっていう感じで赤い線、青い線になってます。社会全体はそんな感じで進んでるんですが、一人の人を注目して見てみると、1973年に30歳やった人、30歳の黒い点を見ていただくと、40% の人は婚前交渉を認めないって答えてるんですね。その人が10年後の調査、83年の調査では、10年前に30歳やったから、83年、10年後の調査では40歳になってますよね。それで40歳の赤い点を見てもらいたいんですけど、あれ？40% が認めないって答えてますよね。それから、その人は50歳になっても、50歳の青い点。ここでも 40% って答えてるんです。で、他のくくりにも大体そうなってるんですけど、社会全体を認めるっていう方向に動いてるんですけど、73年。最初の調査の時に30歳だった人は、50歳になっても意見を変えてないんです。つまり、人間っていうのは、20歳から25歳の間に、遅くても30歳までには、自分っていうものが確立するんです。深い固まった考え。それが、その人の正義になるっていうことが、このグラフから見て、このグラフから見えてきますよね。黒い線、赤い線、青い線っていうように、社会はどん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 変わっていくのに、本人は断固として30歳、40歳、50歳って意見を変えてないんですね。歳を取ったら頑固になるってよく言うんですけど、そうじゃなくって、若い時から人間は頑固なんですね。社会とから離れていくから頑固に見えるんだけど、人間は正しいと思ったことを変えてないだけなんです。宗教とかを見てみるとわかりやすいんですけど、30歳の時にキリスト教だった人が40歳になってからイスラム教徒になるっていうことはあんまりないでしょうね。でも、人間が正しいと思うことは、よーく考えて正しいって決めたことじゃないんです。例えば、聖書をよく読んで、クイランも読んで、私はイスラム教徒になろうって決めたんじゃなくって、たまたまある時代のある土地に生まれて、
そこで、ある親に育てられて、どんな恋人、友人がいた、っていうことで決まってるんです。アメリカ人の 75% がキリスト教徒で、サウジアラビアの人の 94% はイスラム教徒なんですけど、まさにそのことを表してますよね。みんながエネーマで考えて決めちゃうなら、みんなの意見が一致してこの数字になるっていうことはないですもんね。ある土地、ある親の元で生まれて、恋人、友達がどんなしてあったっていうのは、思想とか信条には全く関係ないですよね。全く関係ないのに、時代、場所、親、恋人、友人によって考えが構築されるんです。それで、その正しさが絶対的なものに感じてしまうんですね。戦争もそうやし、人化もそうやし、怨恨による殺人も少なくないですもんね。この時代やったから、たまたま周りにいた人の影響を受けた。どんな環境やったっていう中から、たまたま生まれてくる考えやったり正しさやったりするだけで、偶然その環境で生まれた自分の思想ってか、正義っていうものに、絶対的な正しさはあるのか。人と喧嘩したり、最悪の場合人を殺めたりするほど、自分の正しさっていうものに確信を持てるのかな。っていうことを、このグラフを見て考えないといけないなって思いました。よーく考えて、いろんなものを見聞きしながら、改善に改善を重ねて、少しずつ真理に近づいていく。真理は遥か遠くにあるっていうことを忘れてはいけないなと思いました。